台北入りしました。第1話、鉄道事故、長野県、R、F、3、29歳。私は、東京で異常によく人身事故が起こる、JR の某京線という路線の、A という駅を最寄りの駅にしています。もう、14年も前になりますが私は、その駅の快速が止まる方のホームに立っていました。ちょうど、お昼になるかならないかの時間で朝はごった返すホームも人影浜原といったところでした。中間テストシーズンだったのか、近くにある女子校の生徒が隣のホームで騒いでいるのをボケーっと眺めていました。私の右に、ちょうど3メートルぐらい離れたところにいた同じ学校の生徒が隣のホームの子たちに何かを叫んで手を振っていました。その時、校内アナウンスで、間もなく、3番線を電車が通過します。白線より下がって、と、放送がかかりました。相変わらず女の子は大きな声で笑いながら話していました。やがて、左の方から特急が来るのが見えました。ここからは今でもスローモーションのように思い出されます。今度は右を見ようとすると隣のホームにいた女の子たちが何か指さしています。その指の先を追いかけると、さっき、隣にいた同じ学校の女の子のさらに2メートルほど先にさっきまでベンチに座っていた中年のその時は、性別がわからなかった男性が突然、立ち上がって線路に飛び込もうとしていました。右にいた女の子はあっけに取られているだけで身動き一つしません。私も全く同じでした。そして、その男は線路に飛び降りていきました。結構、勢いよく飛び込んだはずなのですが、記憶としてはふわーっと落ちていく感じでした。特急は、ものすごい、警笛を鳴らし始め、キー、という、ブレーキをかけて急停車しようとしていましたが私の前を勢いよく通過していきました。ぐしゃ、という音が一瞬、聞こえたような気がしました。本当に聞こえたのかはよくわかりません。そして、その瞬間、その隣にいた女の子の顔と白いブラウスに赤い斑点が無数にできて、足元にはなんだかわからない、肉の塊のようなものが転がりました。その子は一瞬、時間はわかりませんが1秒も経っていないかも。ひょっとした目をした後、両手を顔に当てて、ものすごい悲鳴を上げました。そして、その後、ふらーっと後ろに3歩、後ずさりをして、そのまま後ろ向きに倒れそうになりました。その時、やっと私は、動くことができ、その子がベンチにぶつかる瞬間に抱き止めました。その子は失神していました。私は、何をどうしてよいかもわからずに、その子に必死で呼びかけているとすぐに駅員がやってきました。警察もすぐにやってきました。その、直後に来た救急隊員に担架に乗せられてその子は運ばれていきました。最初は駅員や警察官や救急隊員も私に親切に対応してくれていましたがそのうち、一人の警察官に、ちょっといいですか、と言われ、待っていたパトカーに乗せられて警察署に連れて行かれました。前のホームにいた女の子たちが俺が押したと言ったみたいです。結局、夜になって隣にいた女の子の意識が戻り、勝手に飛び込んだと証言してくれました。警察官が後日、謝りに来ましたが今でも、そのホームに行く、と、そのベンチにその男が座っているような錯覚にとらわれます。第2話、罰が当たった。岡山県、U、E、3、38歳。この話はあまりに不謹慎なこともあり今までほとんど人に話したことがない話です。私が中学の時のこと、放課後友人4人で地元のアーケードを歩いていました。駅前で結構人通りが多いところです。だらだらと気だるそうに歩いていたんですが、身体障害者と思われる私たちと同年代くらいの子がぎこちない歩き方で私たちを追い抜いていきました。一人の悪ふざけの好きな友人が、それを見てその歩き方を真似して並んで歩き出しました。あいつ、いつか刺されるぞ。と一人が言ったその時50歳ぐらいのおじさんが、お前、
そんなの真似すんな。と頭を叩きましたが、しかし叩かれたのは本当の身体障害者でした。かわいそうに叩かれた人は声にもならない声で泣きながら去っていきました。おじさんも周りの人たちも唖然としていました。真似をした奴は普段からそういう歩き方を真似てふざけてました。やめろと言っても、その事件後も、相変わらずでした。月日が流れ、体育祭の日100メートル走にそいつが出てきました。見てると何かおかしい走り方がバタンとぎこちないのです。そいつは大きく離されたビリでした。みんなは、お前バチが当たったんだ、バチが。と笑ってましたがその後もとうとう治らなかったです。第3話、森潮、愛媛県、R、T、3、27歳。数年前の冬の出来事です。当時学生で一人暮らしをしていた俺は、大学が冬休みとなり実家に帰省しました。自分の部屋に荷物を置きに行ったのですが、その時、隣にある姉の部屋の入り口に、森潮があることに気づきました。不思議に思った俺は、その日の遅く、勤務先である病院から帰宅した姉に、なぜ森潮などしているのかを尋ねました。やっぱり気になるよねー。と言いながら、姉は自室に俺を招き入れ、その理由を話し始めました。それはその日から6日前の夜中だったそうです。眠っていた姉は、なんとなく息苦しさを感じ、目を覚ましました。すると、暖かい蒸しタオルのようなものが、なぜか姉の首に押し付けられていました。寝ぼけていた姉は、暖かくて気持ちいい。と最初は思ったそうです。しかし、意識がはっきりしてくると、そのタオルは人の手によって自分の首に押し付けられていることに気づきました。押し付けているのは見ず知らずの中年の女性でした。寒いでしょう。そう言いながら、タオルをさらに首に押し付けてきたそうです。しかも、その力は徐々に強くなっていきました。その時、姉は自分が金縛り状態にあることにも気づきました。苦しい、このままでは、何とかしないと、必死に体を動かそう、声を出そうとした姉は、唯一そこだけは動かすことができた目で周りを見回しました。すると、苦しむ姉が寝ているベッドの足元付近を、3、4歳ぐらいの子供がパタパタと走り回っていたそうです。それを見た姉は、この子供はもしかすると、この女性の子かもしれない。と思い、ダメ元というか、やけくそというか、必死の思いで、やめてください。やめないとその子がどうなっても知らないわよ。と、その女性に対して強く念じました。すると、その女性も、子供も、スーッと消えていき、タオルを押し付けられていた首も解放されたそうです。それが3日間続いたのよ。少し疲れたような表情で姉は言いました。聞いている俺は、ここがその現場で、つい数日前のことだと思うと、冬の寒さとは別の悪感が、背中から首筋へと走りました。姉の話はさらに続きます。4日目の朝、姉は勤務先の病院に寝不足のまま出勤しました。姉の様子がおかしいことに気づいた同僚が、具合悪そうね。どうしたの?と声をかけてきます。姉は不可思議な子の、蒸しタオル、の話を同僚に話しました。それが現在進行形であるということも、話を聞いたその同僚は、この病院の別の病棟の職員で、その手のことに強い人を知っている。とのことで、その人、A さんとします、を紹介してくれました。姉は A さんにも一部始終を話しました。話を聞いた A さんは、あなたが、その、タオルを押し付けてくる女性にも、パタパタ走り回っている子供にも見覚えがないのだとしたら、あなたの部屋がたまたま例の通り道になってしまったのかもしれない。だとすると、部屋に森潮をすれば、それで出てこなくなるかもしれないわよ。とのアドバイスをくれたそうです。その帰宅した姉は、A さんに言われた通りに森潮をしてから床に着きました。森潮の効果は適面でした。姉は朝まで何にも邪魔されず、4日ぶりに熟睡できたそうです。その日すっきりした気分で出勤した姉は、
早速お礼と報告をするために、A さんを訪ねました。おかげさまで、あの女性も、子供も、誰も来ませんでした。ありがとうございました。そう報告する姉に A さんは、苦笑いをしながらこう答えました。私のところへ来たわよ。姉にも利子をさせた A さんのことを恨みに思い、余計なことを教えやがって。ということなのか、蒸しタオル。の女性は A さんの家に現れたそうです。ただ、A さんはその手のものを、ある程度寄せ付けない力を持っているとのことで、家の中までは入ってこられなかったそうです。ただ、一晩中、蒸しタオル。お A さんの家の壁や窓に、びちゃびちゃ、と投げつけていたそうです。A さんは夜明け前、やっとその女性が諦めて消えるまでは寝るに寝られず、ほぼ徹夜になってしまったとのことでした。とにかく、あなたのところにはもう行かないと思うわ、と A さんは言ってくれたそうです。これが森塩の理由でした。姉の部屋が例の通り道になってしまったのなら、隣にある俺の部屋も、話を聞き終えた俺は、すぐに、塩を取るためにキッチンへと向かいました。その夜俺は、と言いたいところですが、俺には何も起きませんでした。しかし、何もなかったとはいえ、恐怖の一夜だったことは間違いありません。長文すまそ。第4話、呼び寄せられた仲間、群馬県、F、G、3、40歳。僕が学生の頃あれは確か昭和丸年12月の出来事でした。さて、あの時は確か大学3年の時であった。同じ高校の友達と二人で神戸三宮に出ていたら別の高校卒業以来の友達と出くわした。おお、久々じゃないか。となって確かお茶かなんか飲んだ記憶がある。その後、三人は最後に出会った友達の家に向かった。さて、夜になってまたこれまた、この家に高校卒業以来の友達が来た。彼は、この家にはちょくちょく来てたらしいが、僕とは卒業以来の出会いであった。いやーお前久々じゃないかどうしてたんだい。言われて、あれこれ盛り上がったのだが、これからが問題であった。僕たちは高校の時、6人で仲が良かったのだが、この時点でそのうち4人が偶然に集まったのだ。不思議だよな、今まで音信なかったのに、とか言ってた記憶がある。あと、N と W がクレバーのメンバーだよな、とか話してたら、夜更けになって驚愕すべきことを知ったのだ。夜中4時頃突然 N。こいつも彼の家によく来てたらしいが、が来るまで青くなってやってきた。そして僕たちを見るなり、彼も卒業以来なのにそれどころじゃないらしく、W が昨日自殺していた。と W の家から連絡があったと語った。もはや疑いようがなかったのである。卒業以来6人が集まることなどなく方にもかかわらずこの日実技と5人までが出会って、最後に彼の死を知ったのだ。きっと、彼が近くにいたのだと今でも思う。この出来事の後、彼らとはこの10年さっぱり連絡を取っていない。亡くなった友達がメンバーを集めてくれたとしか、思えない。PS この中の一人とはついこないだ、電車の中で出会いました。名刺交換だけいたしました。次は、いつどこで誰と。第5話、置いていかないで。静岡県、H、G、3、30歳。実は、友達、A、から聞いた話。A は学生時代、友人 B と他県の教習所に通っていた。なぜ他県かというと、県内で免許を取ると学校にバレるから、その教習所で地元の女の子二人組、C 子、D 子と仲良くなった。教習所に通っている間、いつも4人で遊んで仲良くやっていたが、A と B には地元に付き合っている彼女がいた。C 子と D 子とはその場限りの遊びのつもりだったので、免許が取れた後はすっかり会わなくなった。何度か電話がかかってきたが、イルスを使ったりして話すことすらなかった。それからしばらくして A の夢の中に C 子が出てきた。C 子はうつむいて、
もっとたくさん遊びたかったのにねえ、せっかく仲良くなれたのにねえとつぶやきながら消えていった。A は C 子に何かあったのかなと思い C 子に電話してみたが繋がりらない。D 子にも電話しましたがこっちも繋がらない。連絡が取れないなら仕方ないと、あまり気に寝ていなかった。それかまたしばらくして D 子から電話がかかってきた。D 子は沈んだ声で言った。C 子死んじゃった。何でも二人で歩道を歩いていたら、そこに居眠り運転のドラッグが突っ込んできて C 子は即死、D 子も意識不明の重体に。幸い D 子は順調に回復し退院となったが、退院してすぐ C 子が亡くなったことを聞かされ、なぜ自分だけが助かってしまったのかと、半ばの色うぜ気味になっていた。A はこのことを B にも話さなきゃなぁと思っていた矢先。別の友人から B がバイクで事故ったと聞かされた。前の車を追い越そうと反対車線に出たところ対向車と正面衝突。A は急いで病院に行ったが、B は意識不明のまま一週間のちに亡くなった。A は B が死んだことを D 子に話すべきか迷ったが、4人のうち2人が死んでしまい、少し心細かったせいもあり D 子に電話してみた。しかしまたしても D 子の電話が繋がらなかった。不安になった A は D 子の実家に電話をかけたところ、D 子は行方不明となっていた。ちょうど C 子のことで電話をかけてきたすぐ後から。この時から A は少しおかしくなってしまった。なぜ自分だけが今生きているのだろう。皆に申し訳ない。そんな思いに毎日押しつぶされそうになっていた。その後、何日間かの記憶は朦朧としてはっきりと思い出せなかった。その何日間かの出来事を母親が教えてくれた。母親から聞いた話。A はすっかり正気をなくし、食事もろくに取らず部屋のこもりっきりだった。ある日 A が部屋から出てきて、母ちゃん、友達が来てるからお菓子持ってきてよ。と言いながら、ジュースとグラスを4つ持って部屋に戻っていった。母親は、いつの間に来たんだろう。と思いながらも、お菓子を持って A の部屋に。部屋のドアを開けると、誰もいないテーブルにジュースの入ったグラスが4つ。窓の方に目をやると、A が窓から身を乗り出し今にも飛び降りそうになっていた。A の住んでいるマンションは8階、落ちたら即死である。母親は慌てて A をつかみ部屋に戻そうとした。A は、みんな待ってくれ。俺を置いていかないでくれ。と叫びながら宙に手を伸ばしていた。なんとか部屋に引き戻したものの、同じことが何日も続いた。さすがの母親もこれにはまり、人捨てで結構有名な霊能師を紹介してもらいお祓いをすることになった。霊能師によると、成仏しきれない霊にもう少しであの世に連れて行かれるところだった。と。それから A は正気を取り戻し現在に至るのだか。この話の最後に A は言った。D 子は未だに行方不明だけど、もう死んでるよ。だって時々3人で来るから。第6話、姉、VS、小さい手、福井県、S、W、3、39歳。中学校の時、先生に聞いた話です。外出ならすいません。幼い二人の姉妹が家で留守番していました。両親は夜にならないと帰ってきません。暇を持て余していた姉は、家でかくれんぼをすることを思いつきました。じゃんけんで姉が負けて姉が鬼になり、妹は姉が数え始めると一目散に姉のいる2階から1階へ降りていきました。そして押し入れに隠れました。やがて2階から、数えたよ今から見つけるからね、という姉の声がし、一階に降りてくる足音が聞こえました。妹が階段を降りる音を聞いていたのでしょう。それからいろんなところを開けては閉める音が聞こえてきました。妹は見つからない自信がありました。押し入れの奥に隠れて小さくなっていれば、たとえ押し入れを開けられても、中をよく探さないと見つかりっこありません。そしてしばらく時間が経ち、妹が暗い押し入れの中でうとうとし始めたとき、網つけた。という姉の声が聞こえました。そんなバカなことはありません。押し入れすらまだ開けられていないのですから。多分これは姉の作戦で、
見つけたことを妹に聞こえるように言えば、妹は見つかったと思って顔を出すのを狙っているに違いないと妹は思いました。そのままじっと押し入れの奥で隠れていると、外から姉の声が聞こえてきました。見つけた。出てきなさい。早く出てきなさい。姉の声は最初は穏やかでしたが、だんだんと妹を出そうと躍起になっているのか声が荒々しくなってきました。早く出てきなさいよ。いい加減にしなさいと怒るわよ。早く出なさい。そのうち壁を叩くような音も聞こえてきました。妹は姉が自分を見つけれずに怒り出したと思って怖くなり、しょうがなく押し入れからこっそり出ることにしました。姉は洋服のクローゼットの前で立っています。そこで妹が見たものはクローゼットの中から出ている。白い小さい手。お必死になって引っ張っている姉の姿でした。その後妹が叫び声を上げ、姉が気づくと、小さい手はクローゼットの中に引っ込んだそうです。夜に帰ってきた両親に泣きながら話をしましたが、信じてもらえませんでした。しかしその後二度とその小さい手を見ることはなかったそうです。姉の鬼のような引っ張りに必死で抵抗する白い手。わら。第7話、肉の塊、奈良県、R、I、3、19歳。今から10年以上前の話です。同級生の M 子と一緒に買い物に行く約束をしました。待ち合わせの場所に5分ほど遅れて M 子がやってきました。どこに行く？とりあえずマックでお茶する？そんな立ち話をしていたのですが、何か変な匂いがするんです。ねえ、生ゴミみたいな匂いしない？私は、M 子に尋ねました。そう？別に気にならないけど、M 子がそう言うので私もそれ以上は言いませんでした。じゃあ、とりあえずマックね。そう言って私に背を向けた M 子の洋服、パーカーのフードの部分、が少し汚れているのに気づきました。白いフードの先の部分に茶褐色のシミ。ねえねえ、ここ汚れてるよ。私は、M 子に教えてあげました。嘘。これ昨日洗濯したばかりなのに、ちょっとこれで拭いてくれない？ M 子は少しイラつきながらフードの部分を引っ張ってシミを確認して自分のカバンからウェットティッシュを取り出しました。私は、シミを拭こうとフードに手を伸ばしました。触った感触が変だったのでフードの中を覗いたら小さい塊が入ってるんです。よく見ると肉の塊みたいで、変色してた。そのことを M 子に告げると M 子は半泣きになりながら、ちょっと早く取ってよう。閉じたばたします。内心、嫌だなと思いつつそれを取り出し、すぐに近くのゴミ箱に捨てました。その時は二人とも、誰かのいたずらかな？くらいにしか思ってませんでした。その後は普通に買い物をして M 子と別れました。帰宅すると父親が新聞を読んでいて、昨日の飛び込み自殺の記事が載ってるぞ。いやねえ。電車のやつでしょ？そんな感じで二人が話していました。私も気になって新聞を覗き込んだけど、すぐに後悔しました。M 子の家は、その線路沿いだったのです。私が掴んだあの塊って。第8話、黒い影、青森県、I、I、3、29歳。大学の先輩が、いつか酒の席で聞かせてくれた話です。先輩のお母さんは、まだ先輩が赤ん坊の時に離婚してから、一人で先輩を育ててきました。お金がないので保育園にもやれず、先輩は一人で家に置き去りのままだったそうです。ある日お母さんが早引けして家へ帰ってくると、先輩が誰かと話す声がします。驚いて子供を見ると、先輩は一人で空中に話しかけ、相槌を打っていたのだそうです。先輩はその頃のことをよく覚えていないそうですが、物心ついた時から、黒い影のようなもの、が自分の周りにいることは分かっていたそうです。黒い影、は幼い先輩の友達であり、親代わりのような存在でした。先輩が一人になると、黒い影、は先輩に優しい言葉をかけ、一緒に遊んでくれました。
先輩はような心に、黒い影、のことをお父さんと思っていたそうです。もちろん、本当のお父さんは違うところにいます。不審に思ったお母さんが四六時中先輩を見張るようになると、黒い影、は姿を消しました。今でも時々身の周りに、黒い影、の気配を感じる、と先輩は言います。ベッドの下やドアの影に、黒い影、は隠れていて、少し寂しそうに笑っているのだそうです。第9話、閉ざされた部屋、石川県、K.G.3、27歳。私が小学生の時に体験したことです。クラス会があって初めて仲良くなった友達の家へ遊びに行きました。見た目は普通の一軒家なのですが、中に入った途端、強烈な違和感を感じました。まるで、人が住んでいる気配がしないのです。モデルルームみたいなんです。生活感が感じられないのです。気味悪いなぁと思ったのですが、2階にある友達の部屋へ、階段を登っていくともっとすごいものを見てしまいました。2階には部屋が2つあるのですが、そのうちの1つの部屋のドアのノブと、階段の手すりが、ビニール紐でぐるぐる巻きに縛られているのです。何重にもしつこく巻かれていました。私が唖然としてそれを見ていると、友人は、そこ、お姉ちゃんの部屋なんだ。自分がいない間、誰にも部屋に入られたくないんだって、と言いました。私は、なんとなく納得しました。友人の部屋は割と普通でした。友人の部屋で遊んでいても、私の頭からあの部屋のことが頭から離れませんでした。そこで、友人がトイレに行った隙にベランダに出て、隣の部屋を覗き込んだのです。ベランダは隣の部屋とつながってた。すると夕日がさんさんと照る時間で、太陽の光が眩しいくらいなのに、部屋の中は真っ暗なのです。それもそもはず。その部屋は、内側からベニヤ板で塞がれていたからです。いくらなんでも、人に見られたくないからってそこまでするものでしょうか？しかも、サッシの隙間から、カビ臭い匂いが漏れ出していました。古い図書室の匂い。何やってんの？友人に怒鳴られて、我に帰りました。帰ってよ。と怒られて、私は、しぶしぶ帰りました。それから、数ヶ月して彼女が転校するまで、1回も口を聞いてもらえませんでした。もっとも、彼女はその日からあまり学校に来なくなっていましたが、これで私の怖い話は終わりです。ちなみにその家は、彼女たちが引っ越してすぐ取り壊され、今は駐車場になっていますが、幽霊が出るという、噂もあるみたいです。第10話、窓、栃木県、N、A、3、26歳。当時、俺は、同じ大学に通っていた京介という、友人がいました。京介には彼女がいませんでした。どちらかというと勉強をあまりせず、かといって遊びもせず、単に無駄な毎日を過ごしている人物でした。俺も人のこと言えないですが、京介は大学より少し離れた、築何十年もの安いアパートの1階に住んでいて、俺は、よくそこへ泊まり込んで酒を一緒に飲んだりしたものでした。しかし、そこはとんでもなく薄気味悪いアパートでした。シミだらけの壁は、ともかく、何よりも墓地に面してる窓が気持ち悪かったのです。ある晩その部屋で、酒が入った勢いなのか、話の流れで俺は、京介に冗談交じりに、もしお前が1週間を何以前と過ごせたら今度の家賃払ったる、と言ってしまったのです。京介はすぐに話に乗りました。ええー、で、1週間よりも、2週間きっちり我慢したるわ。そん代わり先月払ってない家賃も頼むで。げ、お前、まだ払ってなかったんか。いくらボロアパートでも2ヶ月の家賃はきつい。俺、お前、本気で言うてんの？京介、マジやで、万が一、出てもうたら、お前に2ヶ月分の家賃代払ったるわ。京介は、棚ぼたというような感じでにやりと笑いました。
むか、俺、ほんなら、今日から2週間お前と一緒に住んで監視すんで。ええんか？京介、別にええよ、しょんべんも一緒についてきたらええやん。あかん、地雷踏んだか？乗せられたんか？畜生。絶対、こいつにだけはオナニーさせん。俺は、そう決めました。意地の張り合いの続く中、京介のアパートに泊まり込んで一週間が過ぎた真夜中、やはり酒が入ってるのですが、京介の様子が突然変わりました。なんだか、あたりを見渡してそわそわしだしたのです。どないしてん、もう限界なんとちゃうん。俺は、持ち込んだエロ本でも聞いたのかと思ったのです。京介は黙ったままキョロキョロとあたりを見渡し始めました。当然、いつもの京介と違う。どうかしてる、まるで何かが部屋の中にいるかのように。探して。探してる？何してんの？気持ち悪いなぁ、縁起やろ、それ。そう言ってる最中、京介はある一点を見て固まっていました。窓の方、カーテンの隙間。え、誰か、おんのか？尋ねても京介は返事をしませんでした。目は見開いたまま。そして、いきなり走り出し、カーテンを開きました。ば、何か、おったんか？あまりの京介の奇怪な行動に不気味なものを感じました。な、何もあらへん。そう言って、京介はそのまま布団に潜り込んで、寝てしまいました。俺は、直感的に、京介は何か隠してる、この部屋に何かいてるんじゃないかなと疑いました。もしかすると、俺も京介と同じように、それ、を見ることになるかもしれないと、覚悟を決めました。明日の朝で2週間目という日が、ついにやってきました。京介はここ数日、何かをブツブツつぶやくようになっていましたが、賭けは賭け。ここで、情けをかけると今度は俺がかもられる。これも、奴の罠かもしれないのです。毎晩、京介が窓の方を見ているのが、やけに気にはなっていたのですが、俺には何も見えない。絶対に芝居だ。と確信していました。京介はオナニーをしてないので、あまりに溜めすぎて敏感になってるらしく、すぐに立ってしまう息子を抱えて四苦八苦していました。その晩、京介の部屋で、金オナニーマラソン感想祝紹介を開いていると、いつものように京介はキョロキョロし始めました。またか。もうええ中年。お前の勝ちや。朝になったらやけどな。じっとしとけ。俺は、我慢の限界が来て京介に怒鳴りました。しかし、今度は京介が叫びました。お前、まだ気づかへんのか？窓の外に何があるんか？お前には、わからへんのか？京介は目を見開き、口をバカッと開けたまま窓を見ました。窓。4。続き俺は、すぐに立ち上がり窓を隠してるカーテンを開けようとして、手をかけました。やめろー。突然、京介が後ろで絶叫。絶対に開けるなと言わんばかりに。俺は、お構いなしにカーテンを開きました。そこにはなんと、窓一面びっしりと張り付いた、女の尻。うわぁ。俺は、べたっとへたり込みました。おびただしい数の女の尻。呆然と窓を見上げてる俺の後ろで京介が凍えた。うおぉ。京介はズボンを脱いで、そそり立った拳法を握りしめながら窓に向かって走り出しました。やめろー。ガシャーン。俺が叫ぶのと同時に京介は窓ガラスを突き破り、下半身、血まみれになって窓の外に転落。京介ー。俺が慌てて助けに行くと京介は気を失っていました。拳法から白いものをしたたらしながら。翌朝、冷静になれた俺は、やっと目が覚めた京介に聞いてみました。昨日の晩、何が起きたんか覚えてるか？全然、覚えてへん。なんか、あったんか？俺には京介の記憶がなくなっていた。というよりも、どうやっても、しらを切っている顔、にしか見えませんでした。そんなに、家賃払いたくないんか、京介。お前、賭けに負けたんや。涙。第11話、老人用緊急アラーム。
鹿児島県、N、N、3、36歳。現在、私の実家は改築工事のために解体されている。それは今は亡き祖父母の家で、今までにも何度も増改築を繰り返してきたが土台の傷みがひどく、去年祖母が他界したこともあって、ついに全面的な改修に踏み切ったのである。話は解体工事の当日に遡る。母は、大工に飲み物を差し入れたりしつつ、工事を眺めていた。ある時、サイレンを鳴らし、一台のパトカーが表通りを走ってきた。救急車、消防車のサイレンも聞こえ始める。何か事故でも起こったのだろうか。やじ馬根性丸出しで表通りに出た母。だが、なんとそのサイレンはすべて母の前で止まったのである。どやどやと駆け降りてきた彼らは母に尋ねた。Y さんのお宅はどちらですか？それは、すでに13回忌を迎えた祖父の名前だった。聞くに、老人用の携帯型緊急用アラームが鳴ったため、急いで駆けつけた。とのこと。しかも一切の状況がつかめないため、警察、救急、消防すべてがやってきたというのだ。あっけに取られた母だったが、すでに祖父母が他界していること、そういった発信機は家に全くなかったこと。第一、家がないことを説明し、帰ってもらったそうだ。だが、駆けつけた救急隊員などは、絶対にここからの通報で間違っていないはずだが、と、最後まで納得していなかったという。解体工事中、電話線に妙なパルスが入り込んでしまい、偶然緊急通報として受け取られたのではないか。この話を聞いて、そういったものもいた。だが、我々の見解はただ一つ。そんな、あの世からアラーム鳴らさんでも。第10には、押し入れの隙間。島根県、O、K、3、26歳。引っ越しした友達ん家で寝てたら、夜中に部屋の隅でガサゴソ音が隣のベッドで友達は寝てるし、何？と思って目を凝らしたら、なんかぼんやりとした影みたいのがある。気のせいか思ってまた寝転がった。したらまた、ガサゴソっちゅう音が聞こえてくるんだ。今度は入り口近くの、押し入れの方。距離的には3メートルくらいなんだけど、なぜか音はよく響いてる。ビビりながら押し入れ見てたら、なんかカリ、カリって音がやべえ、やべえ、とっとと寝よう思うんだけど、目は押し入れに釘付け、見えるんだよ、押し入れの隙間から、目玉みたいのが、で、その横襖の隅に白い指が並んでる。んで、カリ、カリっていう音。襖を開けようとしてるとしか思えない。もういい、何かの見間違いだ、それか猫。強引にそう思い込んで布団をかぶった。猫に指なんかねえよ、とびびりながら自分に突っ込みつつかり、カリッという音は、自分が眠るまでずっと聞こえていた。朝起きたら、開口一番に友達が、お前ゆうべ、何か見たろ。だって、このアパートって、あと何年かで取り壊されるらしいんだよな。そんな古い建築ってわけでもねえのにさ、こやいわくありだべ。でお前がさ、頭から毛布かぐって寝てたとき、お前の足首をぼやっとした白い手みたいのが掴んでてさ、寝るに寝れなかったぜ。マジで背中に寒気が走った。第13は、窓の外に、青森県、D、S、3、24歳。これ俺のいとこの話なんだけど、今から20年くらい前、そいつが俗にいた時にヤーさんと付き合いがあって、ある日そのヤーさんに、お前ら一晩1万円のバイトしないか？って友達と一緒に誘われたんだって、しかもやることといえば、ある部屋で一晩過ごすだけっていう簡単な内容。あんまりにも話がうますぎるので聞いてみたら、そのヤーさんが正直に、その部屋でんだよ、これが。って言って手を下向きにしてブラブラしながら、でもお前らみたいな肝が座った連中なら怖かないだろ。って言われたんで結局引き受けることしたんだって。で、その夜に友達と二人でヤーさんと一緒にそのマンションに行ったんだって。でもその部屋は普通の部屋で、
特に嫌な雰囲気もしなくてほっとしたらしい。ヤーさんが、じゃあ、鍵置いていくからあとはよろしくな、って言って出て行っちゃったんで、しょうがないから二人でビール飲みながらテレビ見ていた。でも20年ぐらい前の話だから今みたいに一日中テレビ放送もやってないんで、全部のテレビ局が放送終了になってしまった。友達と二人でしょうがないから寝るかってことになって、布団敷いて電気消したんだけど、やっぱり出るってことが気になって眠れずにぼーっとしていたんだって。一時間ぐらいそうしていたら友達が、なあ、まるまる、いとこの名前、って話しかけてきたんだって。お前のとこから窓の外が見えるか？いとこが、いや、見えねえよ。俺も見えないんだけど、気になってしょうがないんだよ、って友達が言ってきたんだけど、実はいとこも窓の外が気になってしょうがなかったんだって。結局ビビっていてもしょうがないので、二人で窓の外を見ることにしてカーテンを引いたら、窓の外に落ちていく血まみれの人が見えた。でもその人が落ちていく気がするのに、いつまでも窓の外に見えるんだって。で怖くなって二人で外に飛び出して公衆電話からそのヤーさんにかけたら、ヤーさんが迎えに来てくれて事務所で朝まで飲ましてくれたんだって。で、その飲んでいる時にヤーさんが教えてくれたんだけど、不動産屋とかにそういう物件の処理を頼まれることが結構あるらしくって、ダメ元で族とかに役払いさせてみようかってことで試したんだけど、ほとんどダメだったらしい。でもその後、南米とかアジア系の不法外国人にそういうとこに回せたら出なくなったらしいよ。まあ幽霊もわけわかんない外国人相手じゃやりづらかったんだろうね。そのヤーさんは外国人使って結構そういう物件を除霊しまくったらしいよ。長い上に怖くなくてすんませんでした。第14話、おみこし、福岡県、I、F、3、34歳。3分の1、無名に近い芸能人がテレビにて語っていた、怖い話、そいつの実家の近くに、子供の頃から絶対に登ってはいけないと言われていた山があった。高校時代のある日、そいつは仲間数人と連れ立って学校をサボって昼間からその山に登ることになる。うっそうと茂った林の中を細い山道を伝って山頂を目指していると、山頂の方からおみこしを担いでいるような声が聞こえてきた。わっしょい、わっしょい、わっしょい。三分の二なんで平日の昼間から山の中で祭りをやっているのか、不審に思ったそうだが、一行はとりあえず登り続けることにした。掛け声がだんだん大きく聞こえてくることから、どうやら、そのみこしの一段は山道を下ってきているということがわかった。が、彼らはここでおかしなことに気がつく。まず声が近づくにつれ、足音も聞こえてきたのだが、その数が半端じゃないほど多い。半端じゃないほど多いはずなのに、人の気配が全くしない。おまけに、わっしょい、かと思っていた掛け声もはっきり聞こえないがどうやら違うようだ。彼らはやばいということに気がついたが、足がすくんで動けなくなってしまった。そうこうしているうちに、みこしの一段が登山道のカーブを曲がりいよいよ自分たちの視界に入る位置に来た。彼らは見聞きしてはいけないと思い、目をつぶり両手で耳を塞ぎ、その場でしゃがみ込んでしまった。三分の三みこしの一段はしゃがみ込んだ彼らの頭上を通り抜けていったそうだ。耳を塞いでいたにもかかわらずよく聞き取れなかった掛け声もはっきり理解できた。掛け声は、わっしょい、わっしょい、ではなく、帰れ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 。第15話、霊安室から、岩手県、K、H、3、29歳。高校の時、母と仲が良かった近所のおばさんが母に語っていた話が未だに忘れられない。そのおばさんのお母さんが癌で入院していたんだけど、ある日とうとう亡くなった。おばさんが地下の霊安室から戻り、階段を登っている時、
誰もいないのにピチャピチャと突然音がしたらしい。いかにもコンクリートの壁を手のひらで叩いてるようだったという。なんか気味が悪くなってそーっと後ろを振り向いたら、死んだお母さんが白い着物を着たまま手すりにすがって、階段を1、2段登っているところだったんだって。さすがにびっくりして一目散に階段を駆け登ったそうだ。ああいうことって本当にあるのねー、と母に語っていました。そのおばさんももうだいぶ前にやはり癌で亡くなったふと思い出したので書き込みました。第16話、だるまさんが転んだ。兵庫県、A3、29歳。お風呂に入って頭を洗っているとき、だるまさんが転んだ。特地にしてはいけません。頭の中で感が得ることも絶対にやばいです。なぜなら、前かがみで目を閉じて頭を洗っている姿が、だるまさんが転んだ。で損でいるように見える。のに合わせて、水場は霊を呼びやすく、家の中でもキッチンやオフ、ロバなどは霊が集まる格好の場となるからです。さて、洗髪中に、一度ならず、頭の中で何度か、だるまさんが、転んだ。お反芻してしまったあなたは気づくでしょう。青じ、ロイ顔の女が、背後から肩腰にあなたの横顔落ち葉、知った目でじっと見つめていることに。さて、あな、たは今からお風呂タイムですか？何度も言いますが、いけませんよ、だるまさんが転んだ。だけは。第17話、私の人形、山形県、O.F.3、32歳。私の親の家には、私の人形がある。私の叔父には人形師の友達がいて、私が3歳の時の写真を元にしてそれをこしらえてもらったそうだ。ちなみに、ひな人形も全部私である。わらまあ、それはさておき問題は、最初に作ってもらった人形である。普通の市松人形で、いわゆるロン毛のおかっぱ。当時、幼稚園の私は、ベリーショートで、デブだったので人形も伏せ目で作ってもらった。らしい。ゆえに瞳は入れなかったそうだ。それから十数年。私は、高校生となり、親から髪を伸ばすことをやっと許された。数年後、気づくとその人形と同じ髪型になっていた。ある年末の大掃除の日、人形も掃除してやろうと、手に取ったのだが、に、ん、ぎょ、う、と、め、が、あ、た。思わず人形を取り落としそうになった。瞳は入れてないはずなのに、なぜこれが不思議なことの始まりだった。それからしばらくして、妙なことに気づいた。人形の髪が伸びてる。背中でぷっつり切り揃えているはずの後ろ髪が不揃いなのだ。この時は、まあ、湿気で伸びたのだろう。とか、古いから、何本か抜けて不揃いに見えるだけなのだろう。で済んだのだが、私が美容院に行った次の日、人形の髪は、きっちり腰までで綺麗に切り揃えられていた。以来、これは続いている。私は、腰までの長髪で、半年に一度しか美容院には行かないのだが、親はその人形を見て、ああ、私のな、は先週美容院に行ったようだねー、とか言っているそうだ。それが常に当たっているところが怖いのだが、オチですか？ありますよ。一番怖い話。ほんの数年前知ったのだけど、おじの知り合いの人形師。というのが、本当は、おじの愛人が人形師、だったってこと。やはり恨みがこもっていると思います。この、私の、人形。親が亡くなったら私が引き取らないといけないんだろうけど、ひな人形込み16体。ちょっと怖いです。第18話、臨終の光景、岐阜県、E.D.3、30歳。昔、付き合ってた彼女と夏の夜道を歩いていたら、突然、あっと言って立ち止まり、傍らの家の生垣を気にしてる。どうした？何かあったか？と聞いても、うーんとか言って答えない。すると、
その生垣のある家から、突然、何人かの女の絞り出すような泣き声がした。え、と思って生垣の隙間から中を覗くと、庭の向こうに木造平屋の古い家が見え、縁側に面したガラス戸が開け放たれていて、畳の部屋に布団が敷かれ、その周りを5から6人の男女が囲んでいる。一人、背広を着た男が布団の中の老人らしき男の腕をつかみ、首を振っている。ああ、ご臨終だ、と一目でわかる光景だった。すると、俺の肩腰に家を覗いていた彼女が、突然、俺の T シャツの裾を掴んで、逃げようとする。マジで怖がっている。どうした?と尋ねると、シャニムに走り出した。俺もなんとなく気味が悪くなり、彼女の後を追ったその家から、かなり遠くまで走り、駅前の繁華街に近くなったあたりで、やっと彼女は立ち止まり、涙目で俺に言うことには、死んだ老人の霊みたいなものが、自分の死体を見下ろすように立ち上がり、スーッと宙に浮かんだ。そして、ゆっくりと彼女の方へ顔を向け、にんまり笑ったという。目と目があったその老人の目が、黒目だけだったそうだ。そりゃ、逃げるわな。ちなみに、俺は何も見えませんでした。第19話、押し入れの空間、三重県、K.I.3、18歳。中2の頃、ふと何の気なしに自分の部屋の押し入れを開けたら、そこに何もない青い空間が広がっていたことがあった。その時はびっくりしてすぐ押し入れを閉めたけど、それから何度もそこに青い空間が広がっていたことがあった。家族に話したこともあったような気がするけど信じてくれなかったし、誰かが一緒にいる時には決まって青い空間は現れなかった。最初はびっくりしたけどだんだん慣れてきて、今度青い空間が広がっていたらそこに何か物を投げ入れてみよう、と思うまでになった。そして、ある日押し入れを開けたら、いつものように青い空間が広がっていた。一瞬よっとしたもののすぐに落ち着いて、さあ何を投げ入れようかな、と思ってあたりを見回すと、部屋の片隅に古いピカチュウのぬいぐるみが転がっていたので、それを投げ入れることにした。ピカチュウのぬいぐるみを投げ入れると、それはスーッと青い空間の中を落ちていって、見えなくなってしまった。後になって一応部屋中、押し入れの中も、探してみたけど、ピカチュウのぬいぐるみはどこにもなかった。それで少し気味が悪くなって、あまり押し入れを開けないようにしていたんだが、ある日うっかりガバッと大きく開けてしまった。いつもはそろそろと少しずつ開けるようにしていた。そしたら、漏れの横を家で飼っていた猫がスルッと通り抜けて、そのまま青い空間の中に落ちていったんだ。慌てて叫んだけどもう間に合わない。猫はそのまま行方不明になってしまった。可愛がっていた猫だけにめちゃくちゃショックで、漏れはその日以来押し入れどころか部屋にすら入らないようにしていた。それからに、3年のうちに、高速道路建設の話が来て、家は取り壊されることになった。結局あれ以来押し入れは一度も開けないままだったし、部屋にもほとんど入らないままだった。今、漏れの家があった場所は高速道路に変わっている。もう確かめる術もないのだが、あの青い空間はどこに通じていたのだろうか。そして猫とぬいぐるみはどこへ消えたのだろうか。第20話、赤いバイク、大阪府、S、G、3、38歳。数年前、近くの峠でバイク事故が多発したことがあった。救急車からライダースーツの男が運ばれてくる。脱がせることは難しいので前をハサミできるのだが、スーツの中はどこから出たのか血だらけ。タオルや雑巾で拭き取りバケツに集めると、大きなバケツいっぱいの出血。体に傷はない。そんなライダーが夜になると運ばれてくる。頑張っても心臓は二度と立ち上がらない。そのうちの一人は数人で夜間のツーリングだったので状況がわかった。アトロから赤いバイクが追い越しすっと前に出ていく。それを追いかけていくと、徐々にスピードを上げていき、あるコーナーの前で突然よりスピードを上げてまっすぐ走り抜く。アトロもついていく。
アトロから見てると崖に向かって時速100キロ以上で突っ込んでいき、すっと消える。追いつこうとしたバイクは崖にぶつかりそのまま10メートル以上上に走り上がり落ちる。これが事故の真相だったらしい。バイクは赤の丸丸丸、多分最初は白だったんじゃないかな。これは実話ですし、私が治療してました。5から6人くらい死んで急に事故が起こらなくなった。バイク屋の親父さんが話を聞いて、そこでお払いをしてもらったとのこと。本人談、心当たりがあるという。第21話、真の勇気、神奈川県、C、F、3、39歳。小学校4年の時に爆竹が流行っていた。手のひらの上で爆発させたり、指で持って爆発させたりしてお互いの勇気を試していた。そんなある日、A が自分のチンポの上に爆竹を乗せて爆発。見事成功。それを見て、B がチンポの皮の中に爆竹を2つ入れて着火。爆音とともにあたりに赤いものが飛び散って B はそのままその場にうずくまり、うなってました。みんながそばに寄って、手で押さえてるその部分を見ると血で真っ赤に染まった社会の窓からは血がドクドク出ている元チンポらしいもの。みんなびっくりして、B をその場に残したまま、一目散に逃げました。第22話、孤独、岐阜県、J、R、3、32歳。1、台湾人 F とは、彼が日本語勉強で日本滞在中に友達になりました。アメリカで教育を受け、父親は台湾の銀行の重鎮、お姉さんは結婚してカリフォルニア在住、当時は台湾に戻っていたお兄さんはハーバードビジネススクールの講師という、超エリート集団なおうちの人でした。彼自身、大学卒業後は台湾に戻り、自分で出版版権のエージェントの会社を起こし、日本のアニメや漫画の版権を扱う仕事をしていました。仕事の関係上、年に数回日本に来日していた彼とはその時々に会い、日本のアニメ漫画の情報を流しつつ、いろんな話をよくしていました。彼は日本語、私は英語と、お互いの語学の勉強向上もあって、私たちは結構仲良しでした。ある時、その日本出張に、日本のコロコロコミックの版権を持つ出版社の社長と編集と一緒に、自分のガールフレンドを連れてきました。付き合っている人がいるが、諸事情で一族全部から付き合いを反対されていると話に出ていた彼女、細くて小さくて、俗に言う、守ってあげたい系の女性でしたが、感じも悪くなく、ごくごく普通の人でした。一つ、幼い頃にポリオ、小児麻痺にかかったため、片足が不自由で、妊娠は無理だと医者から言われているということを除けば、外国人の私には、なぜ結婚を反対されているのかわかりません。その時の彼女は、彼が最初に勤務した出版社に勤務していて、その時の来日も仕事絡みでした。重い口調で結婚を反対されていることを話す彼の様子に、なんでそこまで暗くなるのかよくわからないけど、大変なのねということだけの理解で私は、終わっていました。2、その年の12月、台湾に遊びに来いという彼からの再三の誘いに応じ、私は、友達と3人で台北に旅行に行きました。基本的に一人でも海外大丈夫な私なのですが、行く前から彼が異様に盛り上がり、私たちの日程をきれいに決めてしまい、私たちがやりたいこと、行きたいところを網羅したスケジュールをファックスしてきていたり。じゃあお任せしましょうと、私と友人2人、M と Y は何も考えずに台北入りしました。ホテルで待っていてくれた F は、早速私たちを地元で有名な北京ダックの店に連れて行ってくれました。そこで、F の恋人の彼女が待っていました。私たちは楽しくおしゃべりしながら、夕食を終え、次の日からのスケジュールを打ち合わせしました。それから彼の家族、友人関係が同行しないときは、必ず彼女が同行しました。3、よく時間あるよなぁと思った友達が F にそれを問うと、彼女はすでに仕事を辞め自宅におり、
生活の面倒はすべて彼が見ているとのこと。しかし、相変わらず彼の両親や父はその付き合いを反対しているとのことでした。なぜそこまで執拗に反対されるのかということを別の友人が尋ねると、彼女は却下だし、外省の人。ネイティブな台湾人ではない、中国本土から来た一族。だから、という理由が返ってきました。それで、彼の一族やら友達までがそこまで騒ぐもんかねえと私たちは思いましたが、まあ、個人のプライバシーに関わる話ですし、文化や習慣の違う国のこと。わからないこともあるでしょうと、それで納得しました。二日目の夜、私たちは彼のお兄さんとその恋人を交えて、おしゃれな台湾料理の店で大盛り上がりしました。お兄さんの恋人のエミリーが、私の耳元で、F の恋人に会った?と聞くので、彼がいる時はほとんど彼女もいるよ。と答えると、エミリーは一瞬驚いた顔をして、彼らが付き合いを反対されてる話、知ってる?と私に尋ねました。知ってるけどどうしてだかは知らないと答えた私に、エミリーは、彼女の一族に問題があるのよ。とだけつぶやきました。その後、お茶しに行こうと通りを歩いていると、突然 F が顔色を変えて駆け出しました。通りの向こうから、彼女が歩いてきていました。待ち合わせしていたの?と聞いた私に、F は、偶然、と答えましたが、私は、エミリーの顔色が変わり、賑やかだった彼のお兄さんが口をつぐんでしまったことを、私と友人二人は不思議に思いました。当然のように私たちにジョインした F の恋人は、今日は何していたの?と屈託なく私たちに話しかけます。場は、妙にしらけていました。4. っていうか今さらこの話長いことに気づいた、叩かないでね長いから中略。最初好意的であった F の恋人は作者に対して敵対心をちらちらほのめかしてきて、F 自身もなんだか、最初と比べて雰囲気がすっかり変わってしまったと作者も思い始める。で、なんやかんやあって帰国。そっから始めます最後まで彼女の毒気に当てられながらも、無事帰国した私たちは、ま、恋人の女友達にちょっと嫉妬は言っちゃったってことで、と、自分たちで勝手に蹴りつけて、楽しかったことだけ覚えているような状態になった、年明けの2月。ある時から私、身体が重くてかったるくて、朝、起き上がることができないという日々が続きました。これが本当にどうにもこうにも具合悪い。あまりにダラダラとそれが続くので、精密検査に行きましたが、異常なし。おかしいなぁ、何なんだろうと思って少しして、Y から電話が入りました。5. 泉ちゃん、F の恋人からもらったカード、どうした？そう、私たちは旅行2日目に、彼女からパウチっこした観音様のような感じの女性の絵をそれぞれ、もらっていたのでした。仏教の勉強をしていて、そこで買ったのよと、イタリアンレストランで彼女から笑顔で渡されたそのカード。実は私、家族がそういう宗教関係のものを人からもらうのを非常に嫌がり、年明け早々川崎大師のごまたきの際に、他の札と一緒に火に入れてしまっていたのでした。どうにもこうにもそれを言いにくくて、もがもがしていたら。まだ持っているんだったら、すぐ近くのお寺か神社に持って行って、処分してもらって。とはい。何をそこまで言い出すの?と聞く私には Y が話したこと。私の背筋が凍りました。6. 年明けから、いきなり不正出血が始まったわい。医者に行ったが原因不明、それでも止まらず、ひどい貧血状態になってしまいました。自分も刃物関係を扱う仕事のわい、普段から鬼門にお清めのお塩を欠かしたことがありませんでした。そうだ、F の恋人からもらったお札が確か神様系だったなぁと思い出し、何気なくお清めのお塩のそばにその札を置いて寝ました。7. 朝起きて、玄関に新聞を取りに行ったわいは、蒼白になりました。札の横で、清めの塩がきれいに溶けていたのです。真冬の2月に。恐ろしくなったわいは、
友達に同行してもらって、その塩を作っているお寺に行き、住職にその札を見せました。住職がその札を持ったその瞬間、と声を上げた住職の鼻から、タラタラと血が流れてきました。Y はその瞬間、貧血で失神しそうになったそうです。その札そのものには、悪いものはないんですって。まあ、ああいう神聖なものをパウチするってのは常識的にダメだけど、で、この札は人からもらったものですね。って聞かれて、札をくれた人が凄まじい強烈なネガティブなものを持ってるっていうのよ。その住職さん、本人の意思云々じゃなくて、彼女が持つ何かがすごい悪いって、他にもらった人がいますねって聞かれて、すぐにお寺か神社でお清めしてもらって処分するようにしないと、とんでもないことになるって言われたの。泉ちゃん、いい？その住職、お祓いもできる人なのに、自分では処分できないから、上のお寺に持っていくって言ったのよ。私は、正直に、すでに自分がもらったものは、太子様で処分したと伝えました。残るは M、そういうのをさっぱり信じない M は、案の定手帳に入れて持って歩いていました。私と Y の話に、わかったー。と明るく答えた彼女。これで一応終わりと、私たち誰もが思っていました。8、6月、M のお母様が、突然入院しました。陽性の脳腫瘍と言われ、すぐさま手術。無事終わって医師から OK が出たその直後、またしても腫瘍が見つかり、また手術。7月、看病に疲れた彼女のお父さんが、突然癌末期告知。その話を聞いた私、M、もしかしてあのカード、まだ持ってるんじゃないでしょうね？持ってる。手帳に入れてママになってる。そう答えた M、神社やお寺に行く時間がないというので、事情を書いた手紙にお金をつけて、持っていくだけ持っていけと私と Y でいい。M はすぐさまその通りにしました。1ヶ月後、回復検査をした彼女のお父さんの胃は、癌があった形跡だけがケロイド状に残っているだけで、癌は発見されず、跡形もなく消えました。9、その年の夏、F と彼女は結婚しました。私のところにも招待状が来ましたが、私は、彼らとの付き合いを完全に断ちました。そして半年後、Y が台湾に遊びに行き、F の両親の家に招かれたそう。笑顔で迎えてくれた F のお母様から、F と彼女の結婚について、結局最後には自分も折れたが、父親だけは癌として反対していたこと、それでも結婚式をするとなったその一月前、突然父親が心臓発作を起こし亡くなったことを聞いたそうです。10、その後、みんなが口をつぐんだ彼女の存在。それは一体何だったんだろうと思っていた私に、ある人が話してくれたこと。中国には孤独と呼ばれる一族がいて、虫や動物を使ってまじないや呪いを施す人たちが実際いる。多分その彼女は、その一族なんじゃないかな。実際高い能力を持つのは女性に多く、その人たちは虫や動物を使わなくても、その思念だけで呪いをかけたりすることができるって話も聞くよ。話を聞いていると、その相手の男性、まさに見入られたって感じするしね。関わりをすべて絶ったのは、正解だったと思うよ。まさに命に関わることになってたと思う。でも、多分彼の一族は、彼女のそういうのに取り込まれていくだろうな。お兄さんとか、無事だといいね。子供できないって言ってたみたいだけど、虫を使うその種の人は、一子だけも受けてその力を伝えるって話もあるから、多分子供生まれるよ。その一子ってのは、女だろうね。虫使いは、基本的に女性の一族だから。それから2年後。仕事関係で本当に偶然話す機会のあった F から聞いた言葉。泉、僕、父親になったんだ。そうなんだ、彼女子供ができない体だって言ってたけど、赤ん坊が生まれたんだよ。僕、父親になったんだ。娘ができたんだよ。終わり。長文すまにょよ。すまにょよ孤独怖い孤独とは。
作り方、ムカデ、クモ、サソリ、ガマ、ヤモリなどの小動物を一つのカメに入れる。数は多ければ多いほど良い。密封させ放置すると、それぞれがとも食いを始める。最後に生き残った一匹が孤独となる。性質、家に富を運んでくれる。定期的に生贄を捧げないと、代わりに食われる。剣や火では殺せない。遠くに捨てても戻ってくる。捨てるには、孤独がくれただけの財と同じ価値の財とともに、捨てなければならない。使い方、性質を利用して、呪うべき相手のところへ、少しの金品とともに孤独を送りつける。そうすると孤独は相手のものとなり、養えぬままに、食われてしまう。また、孤独を食べることにより、孤独のパワーを手に入れることができる。亀の中のヒエラルキーの頂点に立つことになるため。第23話、呪いの儀式、徳島県、N、A、3、31歳。俺が小3の時に本当に体験した話なんだけど、同じクラスの同級生 H と喧嘩したんだけど相手が強くて負けちゃったんだ。悔しくってたまらなかった俺は、本で読んだ呪いの儀式を実行。死ね。と念じながら左手に思いを集めて、相手に触れて注入。すると体育の時間にと競争をしてた同級生 H は転んで膝を怪我した。これはすごい。と思った当時小3の俺は、ムカつくたびにその儀式をした。その儀式はすごくて成功率 90% 以上だった。と言っても6から8回程度だが。でも良かったのはここまである日、呪いの儀式実行中に後ろからタックルされて左手が自分にその日、鉄パイプの尖った部分が左足に刺さって16針縫う大怪我。当時、注射が大嫌いだった俺は、タックルした奴が許せなくて、儀式を実行。2日後、そいつがバイク事故に遭って入院したことを教会で先生に教えてもらった。その後、スイミングスクールに通ういじめっ子上級生にも使ったがやっぱりアスレチックから落ちて病院へもう、転んだ。とか、ちょっと血を流した。ってレベルじゃないのでそれ以来、儀式をするのはやめた。よく儀式が失敗すると術者に帰ってくるというがその通りだと思った。呪いなのかそれとも偶然が偶然を呼んだのか自分は犯罪者は嫌なので後者であってほしいと思う。第24話、白いベンチ、青森県、B、W、3、25歳。近所の丘の上に女子短期大学があって、そこの、校舎から少し離れた小さな林の中に、ピアノの練習のための小さな建物がポツンとあって、その建物の前に、白塗りの綺麗な木製のベンチがあって、前からいいベンチだなぁと思っていた俺は、弟と二人して、夏休み中のある夜中に重たい思いして盗んできた。うちの家は小さな貸しビルをやっていて、最上階に住んでいたんだけど、狭いながらも屋上があって、その屋上に、白いベンチを置いて、夜中にそこに座って、ビール飲んだりタバコをふかしたりして、なんとなく、いい気持ちになったりしていた。うちの母親はちょっと霊感みたいなものがあって、ある晩のこと、家族で飯を食っていると、いきなり、誰か屋上にいる、と言い出して、それで、見に行ってみても誰もいない。そんなことが何回かあって、足音が聞こえるだの線香臭いだの、不気味なことばかり言うから、あのベンチに何か曰くでもあるのかと、聞き込み調査をしたら、その短大のすぐそばに住んでいる弟の友達から、あのベンチに足をかけて、傍らの木で首を吊った女子学生がいた、という話を聞いた。それは、やっぱりちょっとやばいということになって、早速、また弟と思いなぁなどと文句を言いながら、夏の終わりの夜中、丘の上にある短大辺の坂道をベンチを運んで登っていると、もう夜中の2時頃だったというのに、白いワンピースを着た女が、坂道を下ってくる。弟と俺は、なんとなく立ち止まって、ベンチを下ろし、女の方を見ていると、その女は手にロープのようなものをぶら下げていた。それを見た瞬間、俺は、弟に、逃げろ。と叫んで、
一目散に坂道を走り、逃げた。足の速かった弟は、俺を抜かして、ものすごい勢いで逃げていった。待ってくれー、と言いながら俺も懸命に走った。が、転んでしまった。いて、と、起き上がろうとしたが、膝に力が入らない。転がるようにしてアスファルトの路面に打ちつけた頭を抱えるようにしながら、見ちゃダメだと思いつつも、後ろを向くと、カーブしている道路の、端の方に置き去りになっているベンチに、その女は座って、こちらを見ていた。目が合ったような気がした。そこで、俺は、気を失ってしまった。どのくらい時間が経っていたのか、俺は、弟と母親に起こされた。俺があまり遅いので、母を起こして、弟が迎えに来てくれたわけだ。うちは母子家庭だったからというわけでもないけど、家族三人、まあ、仲がいい方だったから、母親は文句も言わず、さあ帰るよ、と言っただけだった。見るのも嫌だったから、弟にベンチにまだ女は座っているか?と聞くと、弟は、もう、いない、と言った。次の日、病院に行くと、肘にひびが入っているということで、ギブスされた。後頭部に腫れがあり、脳震盪を起こしたらしいということで、レントゲンも取られた。まあ、そんなことはどうでもいいが、あのベンチは元通り短大の裏手の林の中に、今でもある。第25話、呼んだ友達、大分県、愛、G、3、22歳。変な話だけど、実はっす。よく一緒に麻雀やってた奴が竹ってあだ名で、そいつは大学受かって俺は浪人生活に突入という、昔の話。で、受かった竹のところでまた酒飲みながら麻雀してて、竹が国士無双お城で俺から上がって、あったまきたから、竹の顔に向かって、下手投げで、軽く城のパイを放ったら、まさか避けるだろうと思ってたのに、前歯に当たって歯が欠けてしまった。そん時は、びっくりしてごめんごめんと謝ったで、話飛ぶけど、何ヶ月かして、ある眠れない晩、浪人なのに教習所通って免許取り立てだった俺は、兄貴の車で真夜中のドライブをしていた。あまり来たこともない郊外の川にかかった橋の上で、なんとなく車を止めて、タバコを一服して、どういうわけか麻雀パイをぶつけて歯をかけさせてしまった竹のことを思い出し、あれは悪かったなぁ、ごめんなぁ、などと思っていた。で、Uターンして、家帰ったんだけど、次の日、友達から電話があって、竹が自殺したとのこと、せっかくいい大学受かったのに。しかも、前の晩、俺が意味もなく車で行った橋の下、河川敷で排ガスを自動車に引き込んで死んでいた。ということだった。怖いというより、なんか、不思議だったっす。第26話、産婦人科で、鳥取県、R、E、3、40歳。これは私が体験した実話です。今から15年ほど前、私の妻の出産に立ち会った時のことです。産婦人科には夜運ばれてくる妊婦さんの家族のために、待合室のようなところがあるんです。その時は、真夜中だったこともあり少しうとうとしてしまいました。そんな時、胸の上にずしっと、重みを感じ何かと思って目を開けたんです。そしたらなんと、胸の上には目が真っ白で頭が異様に大きい赤ん坊が乗っていたのです。しかも、その赤ん坊はとても重く息をするのがやっとという状態でした。私は、その時初めて自分が金縛りに遭っていることに気づき、助けを呼ぶこともできず、冷や汗をかきっぱなしでした。しかも、その赤ん坊はゆっくりと私の上を張って近づいてくるのです。その赤ん坊が顔の目の前に来た時、私の人生はもう終わりだと思っていた時、その赤ん坊はこうつぶやいたのです。こいつじゃない。その後、私は、気絶していたのか気がつくと朝になっていました。その話を看護婦さんにすると、この病院ではよくその赤ん坊が出てくるそうです。なんでも、流産した子供が親を探して夜な夜な現れると解釈しているそうです。第27話、15年前。
福岡県、R、N、3、36歳。今朝の実話です。バイト先に行こうと車で家を出たら、前から白い車。すれ違いざまに見ると、運転手はニコニコしながらこちらに会釈した。15年前、独身の時付き合っていた元彼だった。髪もヒゲも伸びていたが、すぐにわかった。ただ不可解な点がある。私の家に入る道は入り組んでいて、わずかな住宅しかない。私の近所の人と知り合いで何か用があったのだろうか。まあそれは、都合があったのだとしよう。もう一つ、元彼は確か、別れてから車を新車に変えたはずなのに、今朝見たのは15年前と変わらぬ、白い車だった。朝日に当たって、眩しいほど白かった。15年前の時点でもう古い方だったのに、今も使っているのか？すれ違った後、バックミラーに何も映らなかったらと思うと怖くて、見れなかった。以上です。第28話、白い妖怪、岩手県、S、O、3、24歳。20年くらい前、まだ小学校低学年だった頃、立ちの悪い風邪をひいて寝込んでた。部屋の真ん中、電気の真下に寝てたんだけど、だんだん妙なものが見えるようになった。電気の傘の後ろ側、つまり天井に黒い人影が見える。大きさは自分とちょうど同じくらい。手とか頭とかを動かすとその影も同じように動く。面白くてずっとやってた気がする。最初は熱のせいかなとか自分の影かなとか思ってたんだけど、そんなわけないよね。明かりがついてる部屋で、それも電気の後ろ側に人影なんて。そして、ふと顔を上げると何やら遠くに白い物体があり、こっちへ走ってくる。俺は、目が悪いので、白髪のうちのばあちゃんが白い服着て迎えに来たのかと思った。けど、いくら時間が経っても近づいてこない。おかしい。それに、顔も何もない、真っ白だ。そのことに気づいた瞬間、俺は、あまりの恐怖にその場でおしっこを漏らしてしまった。恥ずかしいのと怖いのとで、パニックになり、裏道を駆け抜けてすぐ家に帰ってきました。漏らしたパンツを自分で洗いながらおばあちゃんにそのことを聞くと、漁師のじいちゃんと少し話した後で、それは、妖怪だよ。そいつが出ると魚が全く取れんのだよ。本当はもっと方言混じり、と話してくれました。僕は、妖怪を見たということがとっても怖くて、海を避けているうちに親の都合で東京に引っ越してきてしまいました。今では、平気で夏は海に行ったりしていますが、あの真っ白い妖怪だけはもう見たくありません。第29話、落ちるよ。三重県、B、R、3、24歳。遠足で日光の華厳の滝に行った時の話です。クラスみんなで滝を見ていたら、いきなり隣にいたと思われる女の人が、あそこ見て、ねえ、ほら、人が落ちる、人が落ちるよ、と叫んだのです。そしてクラス全員が驚いて、一斉にその女の人が指さす方向を見ると、本当に女の人が落ちそうになっています。でもよくその女の人を見てみると、今、落ちるよ、と叫んでいた人と、全く同じ姿格好をした人でした。第30話、正反対、山梨県、D、M、3、27歳。ある日、畳を入れ替えに来た職人さんが縁側でお茶を飲みながら言った。お宅様は非常に良い気が巡っていてよろしいですな。と。何のことかよくわからないが悪い気もしないので礼だけ述べた。その時作業中の庭師が口を挟んだ。あんたわかってて言ってるんだろ？本当は正反対だって。私と畳屋はよっとした。畳屋は苦笑いを残しそそくさと帰ってしまった。庭師はそれから何も言わずただ黙々と仕事をするだけだった。第31話、旧校舎のトイレ、石川県、N、S、3、40歳。
こんなところで、この話をして良いものなのか私にもわかりません。ただ、これを聞いた人がそういう境遇に陥らないことを願うだけなのです。私には小学校の時の遊び仲間で藤井というやつがいました。かなりやんちゃで、俺たちいつも先生に怒られるようなことばかりしていました。例えば、誰もいない体育館のど真ん中で運行したり、女子トイレのおぶつ入れの中身を、鉄棒に一枚ずつかけていったりと。今では、このくらい普通でしょうか？そんな、倫理観の欠如した藤井が昼休みの終わり頃、腹が痛いと言い出しました。俺は、早くトイレに行ってこいと言ったのですが、みんなが出入りするトイレで、うんこはできないというのです。多分バカにされるのが嫌だったんでしょう。小学生だし、もう休み時間終わるから誰も来んようになると思うけど、とりあえず、向こうでしてくるわ。と、藤井は旧校舎の便所に走り出しました。その旧校舎の便所は誰も近寄らないくらい気味の悪い場所で、小便は、壁そのものにおしっこをするような作りで、大便の肩履きのドアの古めかしい、ボットン便所、だったのです。当然、電灯もありません。あいつ、勇気あるなぁ。俺には当時、それぐらいにしか感じなかった出来事だったのですが。彼と、やっと再会したのは2ヶ月前の同窓会。明るかった藤井がまるで別人のように暗い。何かあると思った私は、悩み事を聞いてやるからと、藤井に取り入りました。どないしたん？暗い顔して、会社か？ストレス溜まるやろ。不景気やしなぁ。話せば少しは楽になると思うんやけどな。いや、そんなんちゃうねん。ほんなら、なんや女のことか？そんなんとも、違う。一体何やねん。もったいぶらんでええやん。俺でよかったら力になったんで。旧校舎のトイレ。藤井はぽつりと話し始めました。俺ら、小学校の時、ずっと一緒やったやろ。ああ、確かにな。俺一人で、旧校舎のトイレに行ったこと覚えてるか？藤井はうつむきながら聞いてきた。当たり前やん。あんな怖いとこ一人で行けんのお前だけや。俺、今でも嫌やで。あん時な、なんでか知らんけど、台の方の扉、全部閉まっててん。全部か？全部っていうのはおかしいかな。一番奥のトイレだけ開いてた。俺は、なぜか聞いてはいけないものを聞いてるような錯覚に陥りました。俺な、しゃあないから一番奥のトイレでうんこしたんや。薄暗い便所やけど最高の窓あるから他よりは、マシやったかもしれへん。俺は、藤井が話すトイレの話が階段見えてるのが気にはなりましたが、そのまま黙って聞いていました。ボットン便所の下見るとな、そこの方で小さく自分の顔が明かりに照らされて映っててん。それがな、藤井はゆっくりとこっちに振り向き、俺の顔を覗き込んだ。便所の底に映ってた顔がいきなり暗くなって消えたんや。顔が消えたんか？ああ、そん時はさすがに恐怖が襲った。それで俺は、周りを見渡した。何か、だんだん俺の指先に力が入らなくなってきた。これ以上効かない方がいいのかもしれない。周りを見渡して、ふと、最高の窓を見ると俺のことをまるで恨めしそうに。じーっと見ている男の顔がそこにあってん。藤井の顔が青ざめていくのがわかる。俺は、ただ無言で、藤井の話を聞いていた。そして、その男は俺に、こう言うたんや。なんや、男か。第33話、会いに来た父、石川県、S、H、3、23歳。今からする話は、うちのおばあちゃんが昔体験したことです。あらかじめ言っておきますが、多少セリフに脚色をつけていますが全て実話です。セミがうるさく鳴き、風鈴が心地よくなる中学3年の夏休み。周りは受験勉強だの家族旅行だので遊ぶ友達もいなかった僕は、何もせず、まったりと家でかき氷を食べてました。両親は仕事で家は僕とおばあちゃんだけです。僕は、二
と庭を見るとおばあちゃんが松の木の下で椅子に座り心地よく風に当たっていました。たまには、おばあちゃんと話をしようと僕も椅子を持ち出し隣に座り、ねえ、ばあちゃん、昔話かなんかない？と言いました。おばあちゃんはにっこり笑って、こんな老いぼれの話なんか聞いても楽しくないわよ。笑え。と言いましたが暇な僕は、それでもいいと言ってねだりました。おばあちゃんは少し困った顔をして、じゃあ、ちょっと暑いから寒くなる話しようかねえ。来た。夏はやっぱり怖い話。僕は、ワクワクしながらおばあちゃんの話に耳を傾けました。時代は大正末。五人兄弟の長女で生まれた、私は、一番下の弟をぶさりながら家の家事を手伝い学校を行ってました。母は牛の世話や畑仕事を営んでおり、父は村の電気を起こす機械を管理しておりました。父はとにかく手先が器用な人で村の人がよく壊れた家具を直してくれだの、家の屋根に穴開いたから塞いでくれだの毎日のように頼みに来てました。そんな頼りになる父は私たち兄弟の憧れであり最高の父でした。私も女学校を卒業して、すぐに父のコネで大好きな父と同じ、〇〇電力、に勤めましたが、お見合いの話が来て結婚してすぐに大阪まで嫁いで行ってました。都会だったし知らない土地での生活や父や母が恋しいのもあり寂しくてよく手紙を書いたのを覚えてます。ちょうど、生活にも慣れた頃にこんな夢を見ました。父が私の名前を呼んでいるので振り返ると家の前で杖をついて立っているのです。お父ちゃんどうしたの？というとにっこり笑ってどこかへ行く夢です。そんな夢を立て続けに何日も見ました。そんなある日悲しい手紙が来ました。大雨が降り山の土がもろくなり父が土砂崩れに巻き込まれなくなったらしいです。悲しくて悲しくて毎日泣いていました。夫も戦争に行っていたせいか余計に落ち込んでいました。そしてあの夢は私にさよならを言いに来たんだと思いました。私は、葬式に行くために実家に帰り父の死を確認すると、本当に死んだんだわ、と、改めて思いを泣きした記憶があります。母と弟と妹たちがせっかくだからゆっくりして帰れば？と言ってくれに3日泊まって帰ることにしました。久々に私は、兄弟仲良くみんなでお昼ご飯を食べながら雑談していました。母はその日夕方には帰ると言い出かけていきました。弟が、ちょうど、この時間に父ちゃん帰ってきたよな。と言い出したのをきっかけにみんな、黙り込んでしまい重い空気になりました。そんな時に外から、カツーン、カツーン、と、聞こえてきます。妹が真っ青な顔で、父ちゃんの杖の音、と言いました。私が嫁いでから足を悪くして杖をつくようになったらしいのです。そういえば夢でも杖ついてたなとその時気づきました。でも、今はそれよりこの杖の音が気になります。弟は窓を開けて外を見渡しましたが猫一匹いないというのです。実家は田舎なもんですから遠くの方までよく見渡せます。なのに、誰もいない、と震えながら言うんです。私も皆気味が悪くなり一応玄関が開かないように佐伯で止めて一言も喋らず外の音を気にしていました。カツーン、カツーン。だんだん、その杖の音が玄関まで近づいてくるにつれみんな、不満を隠しきれませんでした。そしてついに玄関で音が止まりました。ガタ、ガタガタ、明らかに玄関の戸を開けようとする音。妹は泣きながら、父ちゃん死んだの分かってないのよ、と言って炭で固まってました。弟も冷や汗を流しながら玄関を気にしてます。そして窓から玄関外を覗きましたが玄関外には誰もいないというのです。でも玄関の戸を開けようとする音は収まるどころか激しくなります。弟は我慢の限界か、誰じゃ、いたずらならやめえ、と大声で叫びました。すると玄関の音はピタリとやみました。ほっとするのはつかの間、バン、バン、ガタ、ガタ。次は私たちのいる今の、すりガラスの窓を叩く音と開けようとする音。窓には誰も映ってはいません。みんな、恐怖に怯えています。バン、バン、
妹は怖くてわーわー叫んでました。そしておいとしえとしおい、私の名前を呼んでいる。お父ちゃん、私は、涙がポロポロ出ました。窓を開けようとすると弟が、いかん、開けちゃいかんぞ、姉ちゃん連れて行かれるぞ、と必死に私を抑えました。お父ちゃんが呼んでる。話せ。私は、叫びながら弟を突き放そうとしましたが、力のある弟には及ばず、後ろへ投げ出されてしまいました。姉ちゃんしっかりせい。父ちゃんはもうおらんのぜ。父ちゃんは死んだんぜ。弟は必死に私に訴えました。私は、我に返り泣きながら窓に向かって言いました。お父ちゃんはもう死んだんよ。だから歳江はお父ちゃんにはもう会えないの。ごめんね。すると窓を叩く音はやみ、しばらくして、カツーン、カツーン、と、杖をつく音が聞こえだんだん音も小さくなりました。その音は寂しく泣いているように聞こえました。父ちゃん天国に帰ったんじゃ。弟は畳に涙をポロポロ落としそう言いました。母が帰宅し、そのことを話すと泣きながら、そうけ、そうけ、と、うなずき私に、お父ちゃんはあんたに会いたい会いたい言うてたからね。お父ちゃんあんたに会いたかったんだろねー。そういった母の優しそうな顔は今でも思い出します。それから毎年、父の命日には大好きだったお酒をお墓に供え、あれから息子を産んだ私は、年江が来たよ。お父ちゃん、孫も来たんだよ。と成長する息子を必ず店に行きました。おしまい。僕は、ポカーンと聞いていましたが、は。おばあちゃんの顔を見たら少し目に涙が溜まっていました。それを見た僕もうるうる涙が出てきました。おばあちゃんはこう言います。おばあちゃんも天国行きっちゃったらゆうくんに会いに来るかもしれないけど窓開けちゃダメよ。笑い。来ていいよ。開けちゃうかもしれないけど。そう言いながら僕とおばあちゃんは家の中へ入っていきました。とにかくセミがうるさく風が気持ちいい日でした。かん。おしまい。